境地に似て一方目的地アレスとリョフはすでに到着し呂布とアレスが戦っているようだ。あの者たちを退け、新たな英傑を救出するぞ。拙者の魔用心割り込んでくるとは意外なし。また雑魚が現れる。まとめて潰してやろう。敵も我らに気づいた様子。何じゃ、用心してまいりましょうよ。奴らの狙いは先ほど現れた人間どもだ。報告ついでに我らが先に接触するぞ。承知した。敵将、そこを動くなよ。しまうとはならない。え、父さん？いやいやいや、本当に、息子、本当に息子かよ。嬉しいぜ、お前が助けに来てくれるなんてよ。後ほど説明いたす。お主がいるということは曹操殿も来ているな。へえ、察しがいいじゃねえか。殿はこの先だ。一緒に助けてくれ。お主らは。俺はオリンポスの神、人よりはるか上位の存在だ。死にたくなければ黙って従え。私の道は己自身で見極めて決めたいのだな。人間ごとき生意気な俺に逆らったことを後悔させてやろう。タコート、無事であったようだ。貴様も俺を倒しに来たのか。いいな。だがこの状況、信じられぬのも無理はない。これも曹丕殿のため、曹操殿に刃向けること、お許しあれ。ごとく事情があるようだが、遠慮することはない。全力で来るがいい。勇気だ。今のあなた方はどうやら敵ではないようですね。事情は後で説明しよう。ここは一旦私を信じ、共に戦ってくれ。結局、私でしょ。お、頑張ってんな。その調子でいてよ。呂布殿、なんと、なんとあの曹操が現れたとか。ご注意くだされ。あんな雑魚などどうでもいい。曹操殿、助けに参ったぞ。まさかお主が来ようとは。邪魔だ。鬱陶しい。まとめて倒してやる。曹操殿、説明は後ほど。ここは
呂布に襲われる前に撤退すべきか。お主も奴の性格は知っておる。逃げたとてどこまでも追ってくるぞ。わしには精鋭が、お主には官軍が。相手が陸軍だろうと、向かうのなら破れよう。では敵をおびき出して括弧撃破しましょう。その後じれた呂布が出てきたところを包囲します。餌はわしと劉備は敵人であろうな。この落とし前は必ずつけさせてやる。その時に内定を浴びても遅いぞ。加工と加工園は敵を足止めすると見せかけよ。気を見て密度から合流し、呂布の包囲に加われ。曹操の監視、敵に回せばどうなるか。決して決して逃がしてはなりませぬぞ。縁本書である。拙者が参ろう。ダッキちゃん、うちらも出てええの？隠れてアレスを攻めなくちゃ。いいのよフミコ、アレスなんかより人をいたぶる方が楽しそう。あの女で、あなたか。奴らを放っておけば猛徳の策に支障が出よう。加工と拙者も参ろう。勝手にしろ。よくやってくれた運長。可憐な少女や表なめとったらいてまうで。砕かれるのと裂かれるの、どっちが来るの？なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。片付いたか。指示通り、猛徳とは別の道から進むぞ。新たな命令だ。あの人間どもを狙う。うめえ！進むぞ！よっしゃ！牛のお化けどもは、俺に任せたけ。いやいやいや、いくら父さんでも一人できついだろ。俺も一緒に行くよ。なんと父親思いのいい息子だぜ。小坊、お前の戦並大抵ではないな。そうそう、リンゼ、放っておくのは危険だ。今のうちに撃たせてもらう。たった二人を斬れば戦は終わる。そういうことさ。縁本書である。ここは私が足止めしましょう。殿、先にお逃げください。物分かりの良さそうな御仁だ。降伏してくれると助かるんだがね。それはできかねます。殿には生きて乱世を治めていただかねば。お若いのに立派だ。オタクみたいな人物は斬りたくないのだ。どうしよう、踏んじまった。多忙期参上。大無理さる滅す、加減はせぬぞ。すみません。縁本書では、拙者が参る。結局あたしでしょ。あんまりにもやる。次は負けぬぞ。わっ、結構やるな。やりおる。
次は負けぬぞ。炎本書である。貴様はここで口を当てろ。俺ごと噛み砕いてくれよ。鮮やかなお手並み、共に戦えること光栄に思います。拙者が参ろう。任せないで欲しいんだが、ね、貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。拙者の迷う。行くわよ。早く戻ります戦った。逃げよう。シンク、いつまで待たせる気だ。早く戦わせろ。もう少しお待ちを。曹操のあの動き、間違いなく何か企んでおります。くだらならば企みごと奴を蹴散らしてくれる。ああ、玉殿お待ちください。ジュークの目論み通り。拙者が迷う。何？ロフよ、相変わらず暴れるしか能がないようだな。そのヘラズーチ、二度と叩けなくしてやる。それはこちらのセリフだ。行くぞ、漁夫を包囲する。やはり罠でしたか。そうそう、それに劉備、自らを餌にするとは。小賢しい真似を。ごめんなさい。返り討ちにしてやる。ここで終わるのは貴様だ。覚悟しろ劉備。お前にはここで倒れてもらう。そうそう、劉備、気になるなよ。漁夫殿の性格を熟知した策、お見事です。ですがまだ終わりではない。陣中、そろそろ気づくのよ。獣を御することごと誰にもできない。陣中、貴様らはこの過去を現状が叩き切る。曹操の飼い犬が。貴様のとこの俺を止められると思うな。やられました。策を見破ってさえいれば。少しは手応えが出てきたな。その調子で次も俺を楽しませろ。曹操殿のおかげで呂布を退けることができた。協力感謝する。いや、救われたのは我らの方。さて劉備よ、
何が起こっているか話してもらおう。なるほど。ああ、事情知った意味。その必要はない。士官には、へえ、よかった。そうなっても手なんかぬ、ね、これから乗り越えるべき、それは心ず。乱世の先を築くのはこの過去を現状の部見せ、過去を妙才様の出番だな。待ってたぜ。純文弱才、ねえぞ。あ、いい感じです。かすかに残された気をたどり、ようやくぜ。しかもそこへ行くには。総妃は抜け目ない男。いいな、正面。ん、総妃さんって。無論激しい手を組んでいる総妃も。ならば先に接触して。お前がそこまで。ふん、順行くよ。英傑は二物腰の柔らかい。お主の采配で。では。ふん